このコードは…うまくならない…こう?これでお父さんが言ってた基本的な行動は覚えられたかな。まだうまく鳴らせないところはあるけど。そうなんだ。あ、お父さん、それならこの曲やりたい。初音ミクの曲なの。今度翔たちと一緒に演奏しようって話してて、お母さんに楽譜印刷してもらったんだ。それに歌いながら弾けるようになりたくって。大丈夫、今日コード覚えたし、もっともっと練習するから。ありがとう、お父さん。ねえねえ、みんな聞いて、昨日ギターのコードを覚えたんだ。本当？いっちゃんすごーい。私もね、昨日お母さんに教えてもらって、ちょっとだけど、あの曲弾けるようになったんだ。へえ、やるじゃん。不安でしたけど、先生が教えてくれたおかげでスネアを叩くのは少しだけできるようになりました。はい。それで、あの足のバスドラも一緒にできるようになりたくて。じゃあ、行くよ。うん。ほなみ、カウントお願い。あ、すごい。私の音と、みんなの音が、一つになってる。これが、バンドなんだ。でも、今どこだっけ？どうしよう、ほなみ、混乱しちゃってるな。さきもいちかも、いろいろ間違ってるし、テンポ遅れてる。まあ、みんな楽しそうだし、最後までやっちゃうか。いや、できてないでしょ。練習してきた中では一番うまくできたんだよ。ごめんね、しおちゃん。私、途中でどこを叩いてるのか分かんなくなっちゃって。そうなの？全然気づかなかった。本当？っていうか、みんな間違ってたし、
さっきは途中から自由に弾きすぎ。あれ？そうだったっけ？そうだった。全然まとまってなかったし、こんなんじゃ。でも…え？私…楽しかった。みんなでミクの曲を演奏するの、すっごく楽しかったよ。いちか…そうだね、私も楽しかったかも。しほちゃん。でもこのまま終わるのは嫌だから、せっかく合わせるんだし、もっとちゃんとやりたい。じゃあもう一回だね。うん、やろう。もっともっとたくさん4人でバンドしよう。じゃあ、ほなみカウント。え、もうやるの？ちょっと待って。1、2、3、4。